はい、おはようございます。2018年の、2月の3日朝の7時38分です。よろしくお願いします。おはようございます。はい、ワード2、おはよう。いや、でも女性専用車両の話でさ、痴漢で髪を食べるやつがいる、髪の毛を食べてる高校生がいるっていうの怖かったね。すげえ怖かった。それは女性専用車両必要だわっていう。実際被害聞いてみねえと分かんねえもんだな、女の人の気持ちな。そりゃね、電車乗っててね、後ろ振り向いたら自分の髪の毛食べられてたら怖いもん。はい、ワード2。なるほど。まあ一部の変態のせいでね、システム全体を変えないといけないとか、なんか狂ってるな。狂ってるな。なるほどね。はい、ワード2、おはよう。みんなおはよう。楽しんでいってください。おはようございます。よろしくです。なるほどね。ブロックはしないよ。好きなこと書いていいよ。今、ブロック基本的にあんまりしないようにしてるかな、今。小田急線はなんか結構痴漢多いって聞くね。音将軍っていうやつやばい。音将軍ってあんの？はい、ワード2、6号さんいらっしゃい。おはよう。グッモーニング、グッモーニング、おはよう。なるほどな。まあなんかいろいろ考えさせられるわな、それはな。でも確かに女性はさ、絶対的にさ、腕力では絶対勝てないわけじゃん。だから、そういうなんか性的なこととかさ、被害者になりやすいっていうのは確かに嫌だよね。なんかその子供とか女の人に暴力振るうの嫌いだもんな。気持ち悪いよね、確かに。トラウマになるわな。だんだん女性の気持ちが分かってきたぞ。ただ男と女でトイレの仕組みが違うっていうのは衝撃的でしょ。なんで家のトイレには乙姫導入されないんだろうね。家庭用のトイレで乙姫とか聞いたことないけど、公共の場所のトイレってことでしょ。姫はなんで、家の中に姫はいないの。女性専用の便器だけは別の機能がついてるんだ。え、何？どんな音がすんの？どんな機能がす、音がすんの？音楽が流れんの？家のトイレにもね、乙姫導入すりゃいいのにね。そしたら男の人も、あ、こういうのあるんだってわかるし。なんか別の便座とか別の機能をつける方がなんかややこしくない？男専用便器と女専用便器って。作らなくていいと思うんだけどね。あ、男の場合その立ってする便器とかあるけどね。家族には別にバレてもいい。ああ、なるほど。水の流れる音がするんだ。あ、なんか歌が流れるわけじゃないんだ。なるほど。YouTube で調べてみる後で、ちょっと興味湧いたわ。水の流れる音なんだ。尺八とかだったらかっこいいのにね。便座に座った瞬間、ほーほーほー、ピーピューほーみたいな。で、いろんなバージョンがあって、座ったら和太鼓バージョンとか、その、どんどん座ると、なんかもう、雅楽みたいになっていくみたいな。ピューって、どんどんどどんどんどんみたいな。オーケストラみたいになったりとか そういうのだったらね、音将軍も調べてみるわ、後で。そういうのだったらなんか楽しみなんだけど、流水音なんだね。ワドミーはウォシュレットないですね。はい。ないです、ないです。ないです。
出るもんも出ないけど、なんかそれこそ外人受けしそうじゃない？日本は狂ってるって言いそうじゃん。なんか尖るんなら尖ってほしいんだよね、もっと。イヤホイとかね。キャバクラのフィーバータイムみたいな 照明とかがもうビカビカするんでしょ。ミラーボールとかガンガン回ったりするんでしょ。てん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 みたいな 便座に座ると暗転するんでしょ。すごいね。うん、笑うよな、そんなんな。うん、音と光で便意を誘発 ねえ、好きなアーティストの設定とかね、うん、お経とか渋すぎるだろ トイレしてるときお経聞きたくないよね。ああ、大きい方が出たら。はい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 。おはようございます。おはようございます。はい、ワード2、おはようございます。みんなおはよう。おはよう。はい、ワード2。 寝てないね。夜からずっと起きてる。もうちょっと話してから寝るかな。質問いいですか？私は誰なんですか？深いね。深い。深い。深い。うん。わかった。俺が答え言う。その答えは、あなたが見つけるものです。あ、いいね、そのコメントね。浅いってだってね、私は誰なんですか、知らねえよって話でしょ。おはようございます。おはよう。おはよう。女性のファッションで俺、ベタベタかもしんないけど、チェックのスカートほど可愛いものはないと思ってるね。チェックのスカートは最高、大好き。不憫な子ってやめて。チェックのスカート、カズ軍曹は閲覧水増しで人気があるように見せてて痛い。それ本当なのかね、うん、この米の様子だったら普通枠、普通枠だったら全然ないもん。チェックのプリーツって何？プリーツのスカート、プリーツって何？俺また初めて聞いた。出た、
女子専用用語乙姫についてプリーツ。プリーツのスカート、なんなのプリーツって。もうなんか言葉が多い。何プリーツって、プリーツって何。あーでも可愛い、こういうスカート好きこういうスカート可愛い、ほんと可愛い。なあ、いいね、プリーツいいじゃん。プリーツってこんなにいいものだったのか、可愛いね。プリーツいいじゃないか。ああ、そう、プリーツのスカート俺大好き。そうそうそう、可愛い、これプリーツって言うんだ。そう、こういうの好き。ああ、可愛いこれ。うん、キツネ枠やだ。まあ短い、あのミニのが好きだね。アノさんの枠って男性リスナー多いじゃないですか。ぶっちゃけアンケートで電車で髪の毛食べたことあるか聞けますか。私は今まで2回も食べられてる。まず5回なんだけど、俺の枠女性が多いです。まずアンケートで男性と女性取ってみましょうか。アンケートで、あのね、男性多いじゃないですかっていうのもそもそもの語弊で、俺の枠は女性が多いです。まずは男か女かやりましょう。じゃあ、はい、行きます、出題します。はい、今アンケート機能をつけたんで、アンケート答えてください。男ですか女ですか。なんで食べる必要あんのかね、全然意味わかんないよね。あ、髪の毛を、そうだね、男性が多かったら食べたことある人アンケートで、女性で髪の毛食べられたことある人ね、女性が多かったら、それやろう。そうしようね。じゃあ回答数30人いったんで開封するよ。終了します。ほら、女性の方が多いじゃんね。女性と男性、男性多いっていうのないよ。女性の方が多かった。じゃあ、質問変えます。ちょっと待ってね。髪の毛を食べた、もしくは食べられたことある。髪の毛を食べたこと、食べられたことが、食べられたことがある。はい、いいえ、髪の毛を電車に乗っていて髪の毛を食べられたこと、もしくは食べたことがある場合は、はい、全くなかったらいいえでお願いします。よろしくお願いします。何なんだろうね、でもこの経験っていうのは少ないんじゃないの。髪の毛食べたことがあるやつ、もしくは食べられたことがある女性って意外と多いのかな。どうなんだろうね。いや、あの、電車に乗ってて痴漢をされたことがあるっていう話題から、いや私髪の毛2回も食べられましたよって、後ろ振り向いたら、なんか髪の毛引っ張られるって、後ろ振り向いたら髪の毛を食べてる男がいたんだって、自分の髪の毛を。シルバーアクセ作ってるよ。じゃあ回答数25で終了します。え、はい16って何人なんだろう。はい、16%、 2人ぐらいいる。まあ普通ないよな。 16% ってことは20人、あ、3、4人いるんだ3、4人いるんだ、怖っ。ベリーショートだったらめちゃめちゃ怖いでしょ
なるほどね。あ、初コメさんよろしくお願いします。よろしくです。ワドです。怖っ。日本って変態が多いかな。なんだろう、日本って変態多いよね。実際変態多いとは俺は思う。怖い。肩ぐらいの長さか。怖いな。口に髪先をほう、あ、うわ、きつきつきつ。シルバー学生独学っていうか、はい、独学です。僕は独学です。初見さんありがとうございます。俺変態か、変態かどうかか。あー、これはね、好感度が下がるかもしれないけど、俺は変態だね。正直言うと俺は変態だね。俺はただ変態なんだけど、あ、応援、あ、潜って見てくれてんだ、ありがとう。応援よろしくお願いします。アイテムゼロ、さすが嫌われ者。うるせえよ、飛ばねえ時は飛ばねえんだよ、黙ってろよ。なんなんだよ、飛ばねえ時は飛ばねえよ、うるせえよ。いちいちアイテムゼロなんか見たらわかるだろ、おめえが書くことじゃねえだろうよ。みんなわかってるよ、そんなの。満員電車の中でスカートをカッターナイフで切られることが一時期頻繁に起こったこと。うわ、最悪、そんなの。最悪だね。俺は変態だけど、そういう痴漢をしたりとか女性が嫌がることはしない。そうじゃなくて、30過ぎたババアに、セーラー服を着せたいみたいな、そういう変な欲求はある。あ、お汁粉とかね、もう無料アイテム全部もらっちゃったから、もう俺は満パンだね。いや、30過ぎたババアにセーラー服を着せたり、ババアに体操服を着たり、スクール水着を着せたりっていう、その、なんていうの、なんかこう、絶対にないシチュエーションに興奮するね。セーラー服はね、若い子が着ても何にも思わないんだけど、ババアが着ることによって、なんかこう、なんていうんだろう、とんでもないものが生まれるっていうか、いや、もうこれ以上アンケート取っても意味ないよ。これ以上アンケート取っても意味ない。なんかわかるでしょ。そう、なんか逆に興奮するっていうか、俺も髪の毛含みたいとは思わないな。それ病気でしょう、多分。俺はなんかそういうところあるな。いや、だってババアが好きなんだもん。だからなんか若い女がいいとか言ってんのは俺はありえないね。若い女は可愛いとか若ければいいみたいな、バカ野郎って。そう、売れてない果実に魅力なんかねえんだよっていう。そう、熟しているものほどいいはずなんだよ、熟している。ああ、いや、だからババアにセーラー服はありだね。なんか広末涼子がセーラー服とか、だからすげえ最近いいなって思ったよ。最近広末涼子がセーラー服着たの知ってる？なんて日だ。そう、広末涼子って女の人から見たら美人なのかね。金さん銀さんは別に興奮はしないです。マンスリーで俺久々に見たでしょ。俺も久々に見たよ。俺生きてたんだって思ったもん。生きてたんだと思って。まあだけど月末にこれがキープできてなかったら結局意味ないかんね。最初だけだなで終わっちゃったら意味ないから頑張るよ。なんだ、三日坊主かで。一瞬だけだったなで終わりだったら何の意味もないかんね。結局先月も、県外だったかんね。月末に要はどこまで生き残ってるかが勝負なんじゃないの、多分。それは分かんないな。13号さん分かんない。深田恭子はね、顔は可愛いんだけど、体型がちょっとなと思って。
多分違うと思うね。多分違う。いや、学生の頃女に相手にされなかったの。俺女切らしたことないもん。16からずっと彼女い続けてるから。なんか学生の頃に女にされてないと、相手にされてないじゃなくてずっと彼女はいた。太い？何が？何が太いの？なんで男の人は橋本環奈が好きなんですか？あざとくないですか？いや、俺橋本環奈別に好きじゃないよ。あざとくないというか別に好きじゃない。橋本環奈は。まあ、あざといよね。どう見てもね。まあ、あざといよ。尻に敷かれる。ああ、まあ姉さん女房的な年上の方がいいよな、やっぱり。新垣結衣はまあ日本トップクラスに可愛い女性でしょ。日本有数の美人だと思いません？いや、新垣ブスっていう女の顔が見たい。はあ、新垣結衣ブスじゃんっていう女の顔が見たくない？見たくない？え、新垣結衣より美人なの？思わない？新垣結衣は普通に美人でしょ、誰がどう見ても。逆に新垣結衣をブスっていう人見たことないし。新垣結衣はどうですかって、誰がどう見ても正統派美人でしょ。いや、あざといはあざといけど別に美人でしょ、うん、ラッキーもあざとい。じゃあ、あざとくない人って誰なの？あざとくない人を言ってよ。八号さんが認めるあざとくない、可愛いって思う女の子言って。うん、私の方が美人やし。新垣結衣より秋竹城の方が可愛い。始まったよ。森三中に向かって可愛いっていう、あの、なんつうの、怖い、怖いやつだろ。女芸人を可愛い可愛いっていうやつだろ。松坂慶子はもう年な。松坂慶子は正直性的な魅力感じないけど、俺鈴木京香はまだあるな。鈴木京香エルロっていうのはあるな。松坂慶子はさすがにもう子供の頃からおばちゃんだったからね。女から見て、ああ、男ってこんなんでコロって言っちゃうんだなって思う。どういうこと、どういうこと。いや、別に男ってイケメンはイケメンって認めると思うんだよ。なんかこう、女性がかっこいいとか、ジャニーズかっこいいって、あ、かっこいいよねって思うので、綺麗なものに対して綺麗だよって言ってるだけで、何って、何なのみたいな。女のことを褒めて、男のことも、あ、あの俳優かっこいいよねっていうノリで、新垣結衣って美人だよねって言ったら、あざとくないみたいな。何そのリアクションみたいになるの。ガッキーかわいい。いや、かわいいでしょって。何今の。俺、草間彌生タイプだね。なんでそこでなんか女性ってアレルギーが。工藤静香。工藤静香はあざとくないんだ。うん。俺の方がイケメンやしってならないでしょ。うん、なんか女の人のあのアレルギーの出方はよくわかんねえんだよな。なんか私の方が可愛いみたいな。うん、すげえよな。うん、遅い人、いや、俺は結構ムチッとしてる人が好きかもしんない。なんか、まあ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 、やっぱそれが女ってやつなんだろうな。うん、ああ、なるほどなるほど。綺麗なものは綺麗だけど、八号さんみたいな人がいるから、そう、女性とはそういうイメージみたいになるっていう。さつきみどりもあんまグッとこないな。ふわっちで食べていけるんですか？食べていける人は食べていけるんじゃないですか？稼げる人は稼げるんじゃないですかね。人によると思いますよ。俺、広末涼子激似だからね。
うん、俺広末涼子激似だと思わない？実際俺これは自信持って言えんの。芸能人誰に似てるっつったら広末涼子ですねって答える。似てない、似てない、似てないかな。広末涼子っぽさがない俺の中に、うん、ないか。いや俺の勘違いだったの。俺は結構広末、俺の中に広末感じるけどね。なかったか、残念だわ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。ああ、今上がった女性芸能人似てる。自称サバサバ系女子にあざといとか言われて、逆にお前もなって。うん、橋本環奈、新垣結衣、石原さとみが嫌いっていうのはただ美人が嫌いなだけだと思うよ正直橋本環奈、新垣結衣、石原さとみが嫌いっていうのは美人が嫌いっていうふうにしか見えない、うん、いや広末涼子でしょ。ほら、だんだん広末に見えてくるぞ。やめよやめよ。バンになる、うん。こんなことしてたらバンになる。サバサバ系女子ね。あうん、それ以上続けたら告訴ああ分かった、もうやめよう。広末涼子に謝ろう。ごめんなさい、似てません。似てないです、認めます。うるせえわね、同級生にうわーって叫ばれたことある。社会の授業があって、隣の席の女の子はうわーって叫んだの、社会の授業で。そしたら源頼朝が映ってて、始末くんにそっくりって言われたね。源頼朝に激似だったらしいよそれくらいかな。源頼朝はもうその女の子の中では始末くんじゃんって叫んでたよ、うん、似てるらしいよ、うん、いや分かんないけどね、その子のイメージでは俺らしいよこれ、うん、似てる？マジで結構天然の子だったんだけど、なんかその子の中ではまんま俺だったらしい似てるかな、似てる？似てるのかな。俺は意味がわかんねえって言ったけど、本人似てる？
まあ、正直意味が分かんないけどね。似てるんだ。うん、まあ、子供の頃ヒゲ生えてないよ。30分でアイテムゼロは初めて見てハゲ。え？初めて見てさすがハゲ。え、何？日本語不自由じゃない？30分でアイテムゼロは初めて見てさすがハゲ。何言ってるか全然わかんない。うん、初めて見てさすがハゲって何？うん、何が言いたいの？頼朝くんに変える？頼朝くんブレイクしないだろう。頼朝くんは売れないと思うぞ。4コマ風。歴史に謝れば言い過ぎじゃない？しかも俺が自分で似てると思った。芸能人で似てるって言われたことないな。確かに。いや、芸能人で誰に似てるって言われたことない。ない。芸能界にいない顔なんじゃないの。何もっとおかしいのはちゃんと読んでたのになって。何もっとおかしいのはって、だ何言ってるか分かんないんだもん。30分でアイテムゼロは初めて見てさすがハゲって何言ってる。いや、俺ハゲてるわ。ハゲてるよ。セコロで勝ったら花火投げるな。マジで？ありがとう。頑張ります。あ、地球にいない顔なんだ。でも結構女の人にイケメンですねって言われるよ。結構言われるよ。和道さん実は顔タイプですとか言われる。イケメン風味。え、俺イケメンじゃない？え、雰囲気イケメン。イケメンじゃなかった？学生時代チョコレートもらったことをね、小学、何年生かな、小学2年生の時に一度だけ女の子から、同級生の女の子からもらったけど、そっから一回ももらったことないですね。だから、なんか友達とか下駄箱からガサガサガサみたいに出てきて、下校の時とか、ああ、お前チョコ好きだろ、みたいな。やるよ。俺チョコとか綺麗だから。あざーす！チョコ大好きっす！いいっすか！って同級生にもらってたね。チョコうまいっすって。そう、なぜかバレンタインデーだけ敬語になるマンだったから。バレンタインデーは敬語マンだったから俺。そう、チョコいっぱいくれんの。モテるやつと一緒に帰ると。そう、なんだろうね、あのモテるやつほどチョコ俺嫌いだからアピールがすごかったね。チョコこんな食えねえし、普段食わねえしみたいな。お前好きだろ、お前食えよ。なぜか普段そんな口調じゃないのに、なんかめちゃめちゃ上から、うん、いや言ってないっす、うんうん、あ、帰りに捨ててたんだ。なんかもらったことないね。いや、のんちゃんからもらってないよ、うん、どの辺がイケメンなのって傷つくでしょ。最近ちょい上り調子。いや、そんなことないよ、うん、メガホンでマンスリー入って嬉しいの。え、メガホンでマンスリー入ったわけじゃないんだけど。なんなの、もううるせえよ。人のアイテムとかほっとけよ。なんなんだよマジで。俺がどうしようか、俺の勝手だろうがよ。
なんなんだよもう。なんで突っかかってくんの。もう突っかかってくんのやめてよもう。うるさい。うるへえ。うるへえ、うるへえ。いや、マンスリー15位はありがたいよ。聞いてるじゃない、もううるせえよ、ほんとに。19号さんみたいな音が時間とかするんですよ。うん、あ、こういうやつが髪の毛食べるんだ。最低だな。最低だな。いや、俺も驚いたよ。俺が一番驚いたよ。うん、まあ、まあ実際でも2日も全然花火上がってないし、今日も花火上がってないから、2月1日限定なんじゃないの最初だけでしょ、多分。まあでも驚きだよな。そう。今月3日目で、2日目は全然デイリーにも入ってないから、だからもうこっから降りてくんでしょ。さーっと降りて消えていくんでしょ。リスワンね、実はね、もう何ヶ月、去年の10月から撮ってないから4ヶ月撮ってないよ。それまでずっと撮ってたんだけど、もういいわーっつって、リスワンゲーム飽きたわーっつって、もう撮りませんって言ってから撮ってない。24時間枠やってないもんね、最近。でもまあ一瞬だけでも15位っていうのはね、今までの俺からしたら考えられないからさ、超ありがたいよ。夢を見せてもらったよ、夢を見せて。花火が120発上がるなんか奇跡中の奇跡だからね、うん、もういいわじゃなくて、もう無理、うるせえよ。一夜限りのパーティーだったんだよ。そう、女性ファン戻ってきたっていうか、まあ女性リスはもともと、うん、もともといいよ。県外から15位はすごいでしょ。県外から15位は神回でしょ。なんつうんだろう、なんだろうね、すごいよ、うん、心身ともに疲れますよ。実際疲れますよね。まあ今撮ってる人たちが本物なんでしょう。レベル高いもん今、ふわっちの配信者。まあ名だたる大手ばっかりだからね。もう過疎は入ってこれないよ、過疎は。反復横跳びで頑張るよ。言い訳なんかしてねえだろ、取れねえっつってんだろ。噛みついてくんなよ、アンジも。いちいちうるせえな。県外なのも認めるし、取れてねえのは取れてねえんだよ、もう。なんなの？なんなの？取れてねえって認めてるし、県外だって認めてんじゃねえかよ。もうやめろよ、アンジ。うぜえわ、ほんとに。うざい。うざい。うざいです。勘弁して、本当に。うん、死んだ犬を蹴るな、っつってんの。死んだ犬を蹴る癖やめなさい、本当に。根拠のない自信なんか何を言ってんだよ。普通に話してるだけだろ。どう解釈したら根拠のない自信話してるように見えんの ?45 号さん。何根拠のない自信って。何？別に15位になったから15位ありがとうってわけで、なんでやっかんでくるんだよ。何なの？うん。何が根拠のない自信なんだよ。たまには取れたんだから、取れた時ぐらい喜んでいいじゃん。リスナーさんに感謝していいだろ。本当に。いや、生き返ると信じ続けて蹴り続けるの泣けるやん。
和道から来るメッセージをよりメールと呼ぶことになった。どこで決まったんだよ。なんだそのうまいこと言ってんだよ。何、俺から LINE で何連絡が来るとよりメールって呼ばれるの。いじめだろ、もう。ここまで行ったら。いじめだろ、いじめ。タバコ吸うよ。何がよりメールだよな。15位でさ、すごくない？今、ふわっちの中で15位なんだよ。県外だった男が。ちょっとぐらい褒めてくれたっていいだろうがよ。ちょっとぐらい。ねえ、半年間マンスリーでこんな15位にいたことなんかなかったんだから。ねえ。ちょっとぐらいいいじゃん。ねえ。女、ねえ、今日明日しかどんどん下がっていくかもしんないんだから。ちょっとぐらい調子に乗らせてよ。いいじゃん。3日だけでもいいじゃん。あ、ありがとうございます。47号さん、おはようございます。初見さん、いらっしゃい。よろしくお願いします。だから調子乗らせてくれよ。生まれてこの方一番とかさ、取ったことねえんだよ。わかるだろ？勉強でも15位になったことないよ。ね？かけっこでも運動でも15位になったことないよ。ありがとうございます。花火ありがとう。ありがとう。そりゃさ、15位取ったらもうね、鬼の首取ったような、ね、顔させてくれよ。なあ、こんな、俺が上位に行くことなんか奇跡なんだから。もう3日だけ、3日間だけ、せめて今日だけなんだから、明日になったら落ちるんだよ。明日になったら落ちちゃうんだから、もう、今日は15位でいさせて。今日だけは15位でいさせて。お願い。マンスリーランキングは毎日変動するよ。だから今日だけなの。俺は15位って名乗れるの。わかる？いや、満足するじゃなくて、俺は上行きたいよ、もっと。じゃあ投げんのかよ、42号。じゃあ投げんのかよ、花火。何が満足するだよ。はい、解放おはよう。でしょ？いや、だから、今日だけは、マンスリー15、ありがとう。花火ありがとう！ギャッツ！いや、三日坊主じゃなくて、リスナーさんが来る、え？花火12？ありがとう！ありがとうございます！ありがとうございます！ありがとうございます！イエーイ！15位ってドラゴンボールで言うところの天津飯ですよ。天津飯になれたんだよ。天津飯に。Z 選手だから一応。Z 選手。やったー！ありがとう！花火ありがとうございます！シュン！聞こありがとう！やばいね。今まではずーっと栽培マンだった。花火ありがとうございます！おはようございます！皆さんおはようございます！ありがとうございます！ありがとうございます！おはようございます！おはようございます！ありがとうございます！花火ありがとう！花火ありがとう！花火ありがとうございます！ありがとうございます！花火ありがとうございます！花火ありがとう！ファンタスティック！花火ありがとうございます！なぜだ？なんだこれ！ありがとうございます！花火ありがとうございます！ありがとう！おはようございます！ありがとうございます！パフェ10個ありがとうございます！パフェ。パフェ、パフェ、パフェ、パフェ。ありがとうございます。囲いもっと花火だけで今のうち甘い汁を吸わせてやれ。
ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。もういいじゃん、詮索とかやめてよ、誰が投げてるとか。もうさ、なんなの、なんなの、めちゃめちゃありがたいじゃん。いや、めちゃめちゃすごいでしょ。いきなり何の脈絡もなくさ、神降臨するわけだから、ありがとうございます。頑張ります。叩かないでよ。ありがとう、花火ありがとう。止まらないぜ。止まらない。ありがとうございます。もういいじゃないですか。死んだ犬が生き返ったとかやめて。誰が死んだ犬じゃ。誰が死んだ犬じゃ。いや、本当嬉しいです。ありがとうございます。花ビーム 花ビームっていうの、これ。花ビーム、喜ぶ顔見たくないってさ。だってもう、ありがとう、花火ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、花火ありがとう。いや、今日は恵方巻きを食べる配信がお望みらしいから、恵方巻き食べます。ありがとう、便乗花火ありがとう、嬉しいよ。やばい、マンスリーまだ上位で入れるかもしれない。生き残れるかもしれない。明日ないだろうね。ごいすーだよね。なんだろうね。どうなってるんだろうね。いや、もうほんといいリスナーさんに恵まれてます。花火ありがとう。止まらないよ。止まらない、花火ありがとう。旅団でいやほい。ワドの喜び、嬉しいじゃん。ありがとう。いや、ベスト10に入ったら、もうマジで調子乗るよ、俺は。マンスリーベスト10に入ったら、俺はオラつくと思うよ。俺はオラつくね。オラつく。嬉しいわ。確変ワド、サンクチュアリー。サンクチュアリーっていうの誰だっけ？誰のコールだっけ？あ、あれだ、便所さんだ、サンクチュアリーは。先月も苦しかったっていうかさ、もうずーっと100位以下をうろついてたわけじゃん。で、ついにだよ。100位以下をうろついてて、もう死んだとか終わってって言われてたけど、まだいける。まだ俺にはワンチャンあると思ってて、ついに圏外だよ、昨日。まあ、正直もうなんか ありがとう、花火ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。そりゃさ、150位以内にも入れなくなったら、本当に、俺、のんちゃんと家族会議開いたからね、本当に。のんちゃん、のんちゃん、俺は、花火ありがとう！花火ありがとう！花火ありがとう。何、花火投げ台本って、台本なんかねえだろ。今やってる、花火ありがとう！いやー、嬉しいわー。やばー。やばー。うわーい！花火50発目ありがとう！ありがとうございます。どれ嫉妬中？どれさん見てんのかな？やばいね。どれさんから電話がかかってくるかもしれないね。今すぐその花火止めろって電話かかってくるかもしれない、どれさんから。キモいとかじゃない、もうやめて、叩かないでください。わあ、ありがとうね、みんなありがとう。すごいな。突然来るから、もうわけわかめだよね。わけわかめですよ、わけわかめ。55号さん、半端じゃないっつって。ふわっふわの花火いただきました。ふわっふわの花火ありがとうございます。ほんと無理なさらないでくださいね、みんな。
よりメール中ってやめて。何よりメール中ってやめて。なんで俺が携帯電話でメール送ったらよりメールっていうの。よりメールやめてください。よりメールってキラーワードすぎるだろう。何風俗嬢に投げさせてた恥ずかしくないって。何もう妄想病気でしょ。何風俗嬢が投げてると思ってんの。風俗嬢が投げてると思ってんの。おはよう風船ありがとう。おはようございます。おはよう。うん、やめて。もう妄想だよ妄想。ああ、おはようおはよう、うん、いつもありがとうね、うん、いやもう完全にさ、もう被害妄想にも程があるでしょ。葬式詐欺教えたのお前か。俺はそんなことしないわ。香典詐欺なんかしないわ。いやーもう嬉しいよ。先月まで半年間地獄を這いずり回っててさ、みんなさ、もう主婦税とさ、社長税がさ、少数衛星で支え続けてくれてたんだよ。主婦と社長が、なけなしの、なけなしの少数衛星で、和道生き残れ、和道生き残れって半年間食わせてくれてたんだぜ。うん、何お金を有効に使えない。何俺に花火投げるのはお金に有効な使い方じゃないっていうの？おかしくない？なんで俺に花火投げるのは有効な使い方じゃないの？うん。いや、ありがたいっすね、75号さん。本当になんか2月に入ってから急になんか良くしてもらってるんで、本当に感謝。ありがたいよ。ありがたいよ。脇がですよ。はい。脇がです。臭いですよ。はい。今そう話する必要ある？いや、振り幅がすごいんだよ。もう社長と主婦とアンチしかいないから。あとメンヘラ。あーすごい、風船300個ありがとう。架空の話なんか作ってないよ。コメント欄でしょ。コメント欄に言ってよ、風俗場に花火投げさせてるとかさ。何なの本当に。やめてそういうこと言うの。いや嬉しいよね36号さん。そうだよね、普通に嬉しいよね。うん、打ち続けてればまた確変来る。何スロットの話。力のある人は何がきっかけで爆発する。いや、わかんないよ本当に。俺ももうダメだって何回も思ったよ。もう配信やめなきゃとか、ああもう終わったんだとか。不思議なのがさ、こうやって花火バーンって投げてもらうとさ、閲覧ちょっとずつ伸びてくるんだよね。ああ55号さんだけに55か。あー、キツネ55号さんのにかけて55か。11号さん面白いね、うん。もっと地獄の配信者でいないと和道さんの良さが消える。もう半年間ずっとマンスリー下だったんだよ。もうこれ以上さ、そのお前は苦しめみたいな風潮やめようよ。少しぐらいさ、いい思いしても、俺にだって少し笑顔になる瞬間ぐらいあってもよくない？俺だって少しぐらいね、リスナーさんにね、いい思いさせてもらってさ、嬉しい、ありがとうって言って何が悪いのよ。なんでよ。何41号さん。何もっと地獄を這いずり回れみたいなさ。俺死んじゃうよ、ほんと。何あざといって、もうやめてよ。花火が来た時ぐらい祝ってよ。頑張れよとかさ。何あざといって。何？もう叩かないで。メンタル豆腐だから。202年はいい年にしたい。な、いつの話だよ。今2018年だよ。202年っていつだよ。何202年って。日本多分どんぐり拾ってたよ。文明がないよ。202年の話は俺はわからない。
ああ、2018年はいい年にしましょう。ただ202年はいい年にしたいって言われたらさ、どこ目線だよってなるでしょ。祝いたくないの？何？俺を何？じゃあ地獄に突き落としたいってこと？俺を地獄に突き落としたいの？不幸のどん底にしたいの？で、幸せになる権利ぐらいあるでしょ？ちょっとぐらい。今まで 5年間苦しみ抜いたんだから。のんちゃん寝てるよ、後ろで。ああ、昨日っつうか1日だから、おとといね。昨日は別に通常枠だったよ。おととい、2月の1日だから、もう2月の3日だから。まだまだ花火が上がることを知ってるの？知らないよ。俺がコントロールできるんだったら、半年前からやってるよ。俺が花火投げてくださいって言って投げてもらえるんだったら、とっくにやってるよ。とっくにテコ入れしてるでしょ。普通に考えてそうでしょ。コントロールできないから配信なんだよ。リスナーさんの気持ちとリスナーさんのタイミングなんだから。ギリギリが見たいの？もうこれ以上ギリギリないでしょ。オワコンだから？何よ。幸せな和道が和道じゃない。分かって。え、何？俺のこと不幸になれっていうの？エナタヌは万人コミュ作ってるからね。俺からすると。エナタヌは万人コミュ作ってるから。水増ししてないよ。水増しなんかしてないよ、俺。だって、120人の閲覧があって、キツネ80号さんってコメントがあるってことは、80コメント？全然水増しなんかしないよ、俺は。ちょうどいいでしょ。120人見てて80コメがあるってことは水増ししてない証拠じゃん。ジンギスカンさんは絡み一回もないっすね、僕。一回もない。もういいじゃん、もう。後ろでのんちゃんが花火投げ中。のんちゃん寝てます？のんちゃん寝てます？おはよう、81号さん。おはようございます。狐にし始めてから、そう、すごいなんか、いろんな人が投げてくれてて、アイテムも止まらなくなって、まあ、アンチがちょっと増えちゃったから、あれなんだけど、まあ、アンチとも向き合ってくっつうか、付き合ってくって感じで、向き合うつもりはもうない、アンチは。何言ってもわかんないから。もうでも、アンチとはまあ、付き合ってくよ、もう。泥舟、泥舟。トレーニング配信が見たいの？トレーニングは配信できないよ。わー、風船3個ありがとう。まあコメントしやすいみたいだね。のりこなんか好きになれない。な、俺の彼女なんだから、なんで好きになる必要なんだよ。そこがおかしいんだって。俺の彼女なんだから、俺が好きだったらそれでいいじゃん。でしょ？のんちゃんは1日18時間ぐらい寝るかな。ずっと寝てる。のんちゃんとうまいもん食べて熱く抱いてやれ。のんちゃんね、セックスあんま好きじゃないんだ。あ、そうだね、巻き寿司ね。節分だしね。そうしようか。アンチが増える分稼げるのかな。何？俺はアンチが増えれば増えるほど花火師さんが増えるっていう法則なの。だったらもう、なんかこう、日本中のさ、こう、アンチがさ、来るようにするよ。日本中のアンチが。キモいってやめてよ。何よ。俺の笑顔キモいってよ。機嫌いい。それは良くなるでしょ。花火こんだけたくさんいただいたら。なあ、もうやめてよ、お母さん抱くときあんのとか。なんでそんないじめんの？やめてよ、もう。なんでそんないじめんの？和道のくせにってやめてよ。のんちゃんと太巻きをポッキーみたいに両端から食べる配信。いや、そんなん見たくないでしょ。そんなん別に需要ないよ、もう。あ、風船ありがとう！風船ありがとうございます！ありがとう！どの配信でもアンチの数だけ花火飛ぶじゃん。叩かれてる人ほど稼ぐ。ああ、やっぱそういうもんなのかな？アンチが湧いた方が配信は盛り上がるのか。だからまあ、匿名枠の方が、まあ、アンチが来る。ああ、ありがとう！風船ありがとう！風船ありがとう！何、顔がうさんくさいって。おはようございます。おはようございます。
風船いくら？風船は1個につき 0.4 円かな。風船は1個につき 0.4 円俺に入ってくる。涙の数だけ強くなれるよ。なんだっけ、岡本麻也。あ、風船635個ありがとう。ありがとうございます。すげえ、風船、あ、数合わせだ。風船1000個ありがとう。ありがとうございます。なんだろうね、急に。うん、なんている？なんている？あ、なん、0.4 円いる？いる、いるでしょ。風船石膏で400円だよ、これ。数ヶ月の中で一番殻を破ったように見える。そう？おはよう、みんな、おはよう。おはようございます。ありがとう！バーガーありがとう！バーガーありがとうございます。見方によったらかっこいいって何の話？こっそり応援してくれてんの？ありがとう。ありがとうございます。見方によったらかっこいい。渋い顔でオウム真理教について語ってた。まあ、なんかいいじゃん。配信者それぞれにフィールドがあるし、テリトリーがあって、なんかいいじゃん。ノルさんも今日配信終わったんでしょ？こっそり応募してるよって書いてあるもんね。応援ね。了解です。風船望んでますよ。風船とかバーガーとかハートとか全然いただきたいですよ。まあまあ、そうだね。キツネはコメントしやすいよね。まあ、アンチコメントがすごい増えちゃったけど。うさんくさい。サムネいつもしかめっ面だよね。しかめっ面っていうか普通の顔してる時のイメージなんだけど。今月、テルチャンピンって今何位マンスリー。テルチャンピン追い越そう。だって、テル、今、いや、テルは無理。テルは無理。絶対勝てない。絶対勝てないと思うよ。だって、テルもうすでに3位だよ。で、もうすでに46万稼いでんだよ。俺、ここよ。ここよ、15位だよ。だって、もうすでに4倍差がついてんだよ。絶対無理でしょ。テルに勝ったらそれこそ奇跡だよ。テルに勝ったらそれこそ奇跡でしょ。今現在4倍差だよ。勝てると思う？みんな。それこそテルに勝ったら奇跡でしょ。4倍だよ。4倍。46、467でしょ。俺現時点で125だもん。勝てないでしょ、多分。来年の税金ビビるでしょ。いや、もう勝てるかどうか分かんないもん。セゴロの試合と一緒ね、勝てないでしょ。いや、愛想の良さって、別に俺愛想良くないよ。結構ふてぶてしいって言われるよ。パドーさんにアンチ本当は聞かない。絶対防御の持ち主。いや、聞くよ。結構傷つくよ、やっぱり。まあ、テルに勝ったらさすがになんかちょっと、テルに勝ったら調子乗っていい。テルに勝ったら調子乗っていい。テルは強いぞ、なんだかんだ。テルはだってもう、ぶっちゃけた話さ、もう急激に伸びたじゃん。どうなんだろうね、ヒカル君とテルはね。なんか喧嘩しちゃったって聞いたよ。なんかキツネ枠は向いてるっつうか。まあ俺自身もね、結構ね、なんかニコ生っぽい感じがするんだよね。なんか懐かしくない？いや、まあ、あの煽りとかじゃなくて、ぶっちゃけなんかニコ生っぽくない？ぶっちゃけた話。なんかね、3年間ニコ生どっぷりやってたから、
ぶっちゃけた話で覚醒したっていうよりもなんか元に戻った感じがあるの、どっかに。なんか懐かしい匂いするわみたいな。 なんか狐枠はなんかニコ生っぽくてすごくね、なんか古巣に帰った感じがあるんだけど、そんな気しない？ニコ生リスナー多いからカツラじゃねえわ。こんなにハゲたカツラねえだろうがよ。もっと増やすわ、カツラだったら。地毛だわ、地毛。おはようございます。ニコ生っぽいのもうやだやだとは思ってたけどね。だからニコ生消えたんだけど。テルチャンピンは優しい、和道さんと違い嘘くさくないし。 はい、すいません。和道さんはどっちがやりやすい、狐と通常？俺は狐の方がやりやすいかも、正直言うと。夜恵方巻き食べようね。あ、お風呂上がりだわ。お風呂上がりだわ。ベトベトじゃないわ。サラサラだわ。まあ、テルは人気あるよね。まあ、テルを超える日が来たら本当の神回でしょ。本当の神回。南南方ってどこ？南南東？ iPhone で今測れんのか。時給2万円？あ、そういうことなんだ。ああ、すげえな。あ、ほんとだ。ドレさんが狐枠したらアンチだらけでブチ切れそう。一回やらないかな。どうなんだろう。意外と花火、ドレさん爆投げされるかもよ。逆に。ヒンガラメ？何？おはよう、96号さん。おはようございます。あ、キツネの方がコメントしやすいんだったら、じゃあ続けるよ。伸びた、俺が伸びたでしょ、どうせ。もう聞かなくても分かんないけど、俺が伸びたでしょ。俺伸びたでしょ。違う？俺ジャイアンじゃないでしょ、どうせ。伸びただよね。痩せてないと思う、体重増えてるから。今75キロだから3キロぐらい太ったね。どこ見てるって、まっすぐ見てるよ、カメラ。まっすぐ見てる。正解でしょ？のび太でしょ？ただ、のび太にはドラえもんがいるかもしれないよ。ドラえもんのいないのび太って、ただのクズでしょ。わかんないよ。のび太はドラえもんがワンセットだから。ただ俺にドラえもんがいるのかっていう話だよ。ドラえもんがいないのび太ってもうほんとデクの坊だよね。性格がいい時と悪い時のさ、激しいかな。よりたってやめろよ。何でもより目に絡めんじゃねえよ。ドラえもんってチートっていうか、まあまあ。でもドラえもん作ったののび太だからね。そう、ドラえもん作ったのはのび太だっていうことを忘れちゃいけないよ。運転の差になったで、ね。テルは伸び続けてるもんね。すごいよな。ニコ生仕様の方が花火大量という不思議な現象。普通さ、狐枠ってアイテム飛ばないって言われてない？狐枠はアイテム飛ばないって聞いてたからやらなかったんだけど、まさかね、なんか自分が狐枠でこうアイテムいただけるようになるとは思わなかったけど、多分ね、その俺の場合特殊なんだと思う。そのアンチが多いっていうのと、そのアンチが多いから囲いさんもコメントかけない、ファンの人もコメントかけない。でアンチはもちろんブロックされないからコメントかけないから、三重苦が重なってたけど、狐 枠だったらアンチは自由にかける、まあ普通のファンの人も自由にかける、囲うこともできる、全員が同時コメントかけるみたいな。だから普通の現象じゃ起こらない、パチンっていう状態だよね。なんで俺にもファンいるよ、悪いのかよ。俺にもファンいるでしょ。いないの？俺にファン。いるでしょ。なんで一個一個のワードで噛みついてくんだよ。いるだろ、ファンぐらい。いるだろ。いや、狐枠で調子が良くなるっていうのは珍しいと思うよ。狐のさばき方がうまいのかな。いやー、どうなんだろうね。だが閲覧は伸びない。ドレさんは狐は向いてないと思う。ああ、スネオカできすぎくんか。
金持ちの家に生まれるか、まあ、成績が優秀でか、一番の安牌か。なんでファンいるの？いや、ファンいるよ。ファンですって書いてあるじゃん。いや、ファンいるでしょ。ほら、ずっとファンですって書いてあるじゃん。ファンいるでしょ。こんだけアンチがいるのも才能？いや、増やしたくて増やしたわけじゃないから。何？俺がファン、アンチ集めたと思ってんの？勝手に出てきたんだよ。誰も望まねえよ。アンケー？え、じゃあ何種類用意すればいいの？ファンかアンチかだけでいいの？ファンかアンチ？アンケーいいよ。ファンとアンチと普通？で、選択肢は？ファンとアンチと普通でいいの？この3つでいい？ファンとアンチと普通でいい？ OK？ 顔がうさんくさいとかやめろ。ただのお前。ただの否定だろ。もうやめてくれよ、もう。じゃあ、その3つでいくよ。アンチとファンと普通のリスナーね。ファンリスナー、アンチリスナー、普通のリスナー。どれくらいになるんだろう。はい、いきまーす。アンチ75%すげえな。アンケート機能出しました。寄り目って意味わかんねえだろ。寄り目入れねえよ、選択肢に。寄り目を入れろってどういうこと？なんで寄り目かどう、リスナーが寄り目かどうか聞いてねえわ。あ、じゃあ普通でいいんじゃないですか。見せ物を見てる客。それは普通でいいんじゃない？寄り目は入れません。リスナーさんが寄り目かどうか聞いてるの意味わかんないから。ギョロ目は入れません。実際普通が一番つらい。まあ普通ってことは関心がないってことだからね。興味ないですって言ってんのと一緒だから。寄りなーっていうのやめて。和道リスナーのこと寄りなーっていうのやめて。寄りメールとか。何でも寄ればいいって問題じゃないから。何なん？本当に。やめて。まず。大阪の人はヒンガラメって言うんだ。ヒンガラの和道に名前変える？ ヒンガラの和道に。ファンが多かったらファンタスティック小次郎。いや、だから小次郎っていうのが良くないから。いや、だからまあ、だからファンとアンチの戦いだよ。ファンとアンチの戦い。ファンがどれくらいいて、あ、ちなみにもうアンケート始まってるからみんな答えてね。ファンが多いのかアンチが多いのか結論をつけようよ、ここで。どれは？俺にアンチなどいない？全部ファンチだって脳内変換してる。病気病気。ファン5人しかいないの。少な。130人中ファン5人しかいないの。みんな書いた？アンケート答えた？ファンだけどなぜかいじめたくなる。それアンチだよ。 それはアンチだよ。 認めろ。 それは本人が気づいてないけど、お前はアンチだって言いたくなるわ。ファンじゃない。じゃあ、43人だが回答するよ。いくよ。いきまーす。43人の答えです。いきまーす。いきます。ドン。ああ、微妙なんだ、これ。ああ、なんかもう、俺っぽい。俺っぽい。ああ、なんか俺っぽい。なんかこう、なんかもう、微妙っていう。笑いすら取れねえ。アンケート機能って鉄板で、そう。鉄板で笑い、そう。鉄板で笑い取れるのに、微妙にアンチが多いっていう、ただの普通のなんか感じ。中途半端に敵が多いだけだったっていう。何これ。なんか普通っていう。なんかよくわかんない。ただ純粋に嫌われてるっていう。
笑うよな、こんなんな。まあそういうことだろうね。まあそういうことだよ。なんかへこむな。なんかアンケート以降アンチもさすがに叩くのやめるっていうのがいいよね、この空気感。あ、ごめんワドみたいな。なんかごめんなみたいな。いや別に本当にあれだぞ言ってるわけじゃないぞみたいな、この空気感。おーんって、まあまあ頑張ろうぜみたいな。かわいそうみたいになっちゃったよ。そうだね、ちょっとした嫌われ者だね。エナタヌさんアンチ多い？そうなの？普通にアンチが多かったっていうだけだったね。最近絶好調ですかね、どうですかね。いや、アンチに気を使わせるっていう、その配信会で最もなんかこうあってはいけないことをね、アンチに同情されたりする感じがなんかね、あ、ごめんみたいな。本当はそんな嫌いじゃねえぜみたいな空気感で、ね、すいません。なんかクラスで少し嫌われてる人、ああ俺そういうタイプだったわ、そういうタイプだった。でなんかすごい性格のいいやつが、あいついいとこあるんだぜみたいなフォローしてくれるタイプ、話したことあるみたいな、そんなに悪いやつじゃないよってフォローしてくれるんだよ。嫌いだもん。なんだよもう、いじめないでよ。なんなの、花火上がってもいじめられる、リスワン取ってもいじめられる、取らなくてもいじめられる。どうすりゃいいの。脇が臭いのは本当だね。いや便所太郎さん押してるの、誤解されやすいのかな、誤解されやすいのかな、俺生理的に無理。何、俺あざとくないじゃん。何があざといの、どこがあざといの。いいところもあるけど根本は最低。根本は最低ってすごいパワーワードだよね。なんだろう、根本は最低ってもう人格全否定でしょ。真偽は臭くない。言うことがコロコロ変わるから嫌われる。はい。ラズベリーの匂いするってよく言われるんだよね。でもラズベリーの匂いって俺嗅いだことねえかんな。なんだろうラズベリーって。同じこの T シャツ20着持ってるだけ。制服っていうよりもこの T シャツを20枚買ってるだけ。いいとこもあるけど、あ、まあクズだなとは思うな。実際そのクズだとは思う、自分でもたまに。あ、俺クズだなと思うね。あのんちゃんがいるからだいぶマイルドになったのかもしんないね。甘酸っぱいの。洗濯干してきた、おかえりなさい。わお、ハート10個ありがとう、ありがとうございます。あざーす。そうそう、あのファミリーマートで売ってる、あのファミリーマートにさ、あの無印のコーナーがあんの。 T シャツ売ってんだよ。そう、ファミマで売ってる無印の T シャツだね。あ、嬉しいじゃん。何よキモいって。じゃあアイテムくれた人にお礼の投げキッスだから、何嘘がうまいって。別に嘘ついてないよ俺。いや、じゃあユニクロの T シャツだってユニフォームじゃないよ。お金がないから500円で買える T シャツに着ようと思ったんだよ。いや、たまたま狐にしようと思っただけ。おしるこね、なんかもう送れないらしい俺は。ファミマで T シャツ買ってるよ俺は。だからあれだよ、ファッションどこで買い物すんのって、服屋さんどこって言われた。俺はファミマって。ファミマ御用達っつって。坂口恭平さん大好きだよ俺。坂口恭平さん大好き。何心の中ではって。じゃあ花火上がったらどういうリアクション取るのが正解なの。じゃあ分かったよ、お前らの言う通りにするよ。アンチが言う花火上がった時の正しいリアクション何か言って。飽きっぽいね俺ね。それは本当、飽きっぽいのは本当。コーンスープとかも全部投げられないって。
服装大事？坂口恭平にリア突って、あの人大分とかじゃなかったっけ？九州、大分じゃなくてどこだっけな？どこだっけ？多分すげえ遠くだと思ったよ。熊本だ、思い出した。熊本だ。花火上がったらスクワットしろ。やだよ。やだ。変態仮面とサンシャイン池崎を合わせたリアクションよくわかんない。花火ありがとうニャンダフルサンクチュアリ 長いな。花火、じゃあ次上がったら花火あっさりありがとうって言うわ。次上がったらじゃあ普通のありがとうにするね。 90度のお辞儀と踊り そんな派手なの？花火ごときで喜ぶなんて花火嬉しいでしょ。花火は普通にあり嬉しいでしょ。ドドスコはよくわかんない。見たことない。リアクションは大きい方が投げた方が絶対喜ぶ。ねえ、普通にありがとうって言った方がいいじゃん。ワッタンが誰かわかんないね。ワッタンって誰ですか？正拳突き1万回、もう無理。正拳突き1万回やりません。何優しさを顔に出すって。別に意識してないよ。運営さんに向かって敬礼。ジム？いや、普通にネットで検索して、なんかジム新宿とかで検索して、まあ新宿っていっぱいジムあるから、中野坂上とか新宿とか、あとほら、どこだ、高田の馬場とか通える範囲で検索して。花火上げた時米で踊ってって言えばいいの？分かった。まあ花火師さんに踊れって言われたら踊るでしょ。セコの僕も楽しみにしてます。応援よろしくお願いします。月いくらぐらい？まあ1万ちょい。便所やよっさんみたいに花火来たら決め台詞また投げようかなってなる。なんか決め台詞なんかあるかな。決め台詞とかあんまやってないね。サインはしないです、僕は。サインはしないです。サイン苦手なんで、字下手なんですよ。話を花火が来る流れに持ってってねえよ。質問に答えてるの。なんでそういう歪んだ解釈をすんの。花火が来る流れに持っていくのうまいなじゃないよ。質問をしたのに答えてるんだよ。あっさりありがとう一番いいの？じゃあ次花火上がったらあっさりありがとうやってみるよ。次やってみるよ。サウナがあるとこ入りたい。いや、サウナ行こうよ。応援やめんの早。前やってたスマホにキスは気持ち悪かった。スマホ、ああカメラにキスね。あ、眠い。眠気が半端じゃない今。あっさり気持ちを込めてありがとうってどういうこと？何？あっさり気持ちを込めてありがとうってどういうこと？俳優で言うとどんな感じ？何？あっさり気持ちを込めてありがとうってすごく難しくない？1年ぶりぐらいにワードを見た。ありがとう、見てくれて。ああ、33号さん、お疲れ様です。ググれ高倉健。ああ、分かった。ああいう感じね。はい。高倉健っぽくやるのね。渋い感じね。ああ、いいね。8号さん、いいね。分かった。高倉健風のありがとうね。不器用な感じね。若い女性は全然いない。全く皆無。皆無です。多分一人もいないと思うよ。若い女性に全然好かれない。最後の配信、いやもうギターは禁止になったから、今後ギターは禁止になった。いや、風船ありがたいっすよ。
風船いただけたらありがたいっすよ。あばよって感じ。全然違うじゃん。高倉健と真逆じゃねえかよ。全然違うじゃん。全然。風船の時は悲しそうな、ありがとう。もう、わかんない、もう。何悲しそうな、ありがとうって。コメント読む時の顔ちょいちょい広末涼子意識してますよ。ああちょっとやっぱり広末涼子意識してますね。意識してますね。アヒル口難しいんだよ。似てるでしょ。ちょっと広末入ってるでしょやっぱり。さっきそれも問題になったんだよ。広末が入ってる。広末に似てるのか似てないのか。ちょっとだけ広末入ってるの俺。やっぱ広末が入ってるんだよ。国民的アイドル。告訴しないで、告訴しないで、うん、ラズベリーの匂いした？届いた？匂い。よりすえりょうこじゃないです、やめてください。ひげ剃ったらでも結局似合わないんだよね、うん、ひげあった方がいいって言われるから、もう何回も5回ぐらいこのくだりやってるから、ひげない方がいいですよ和藤さん、ひげない方がいいですよっつって、あ、やっぱりあった方がいいですねって言われるの、何なんだよみたいな。そう、ひげはあった方が絶対いいって言われる。そう、ひげ嫌いな人にも言われるぐらい、あ、和道さんひげあった方がいいっすねって。便所が嫉妬して狐枠、いや狐枠をやったら花火上がるわけじゃないと思うよ。そんな簡単なことではないでしょ。狐にしたら花火上がるんだろうっていうのはさ、短絡的な考え方すぎるでしょ。そういうことじゃないの。そういうことじゃないよね。そういうのがなんか配信者の可愛いところだ。タトゥー入ってないです。そういうなんかね、便所さんのそういうところ好きなんだよね。ちょっと面白いね。トゥクトゥク、いやトゥクトゥクすごいよね。180万集まったんだもんね、数ヶ月で。180万のトゥクトゥク、ちょっと乗ってみたいな。トゥクトゥク乗せてもらおう。後ろに乗ってこ、ちょっと。彼女が欲しいってタイトルになってんの。俺だって彼女が欲しいよ。なんか減らってんのかな。意味が分かんないよね。いきなりさ、俺だって彼女が欲しいよって、うん、あ、集まったよ、トゥクトゥク。もう180万、なんか最初150万だったんだけど超面白くて、なんかトゥクトゥクメーターマックスになったら急になんかトゥクトゥクの備品メーターっていうのが追加されて、トゥクトゥクは変えたんだけど、なんかその 車両の整備とか日本の規格に変えるのに30万必要とか言い始めて、それは面白かったよね。うん、なんか関税だとかなんだとか手続きとかもろもろで30万かかる、すまんって言ってて、 それもすぐ集まったからね。そう、150万だったんだけど、あの実は180万っていう、そう、150万だったのがプラス30万メーターがついた、うん、そういうこと。トゥクトゥクいいよね。日本で乗ってるのなんか見たことないもんね、うん、へえ、そうなんだ。でも走ってるのは見たことなくない？トゥクトゥク。あ、トゥクトゥク俺ほらタイで乗ったことあるからめちゃめちゃ可愛いんだよね。トゥクトゥクいいよ。なんかテンション上がるよ。なんかタイに来たなーって感じがして。トゥクトゥクで日本一周するんだって。すごいよね。
よっさん、俺ね、ジャイロ欲しいんだよ。俺実は今、ジャイロ欲しいんだよね。ジャイロはいいバイクだよ。ジャイロはいいバイク。ジャイロ欲しいよね。雨に濡れないし、最強でしょ。あのさ、ピザ屋とかさ、たまにさ、鬼倒してるジャイロとか見たことない？ めちゃめちゃ攻めてるジャイロとかたまにいるんだよ。お前大丈夫か、こいつみたいな。知ってる？ジャイロ倒しまくる運転するやつ。ピザ屋で。あれ、ちょっと憧れるんだよな。いや、花火が上がったら、だからやるって、あっさりありがとう。そうそう、サンタの格好とかさ。ピザーラ攻めるなーって思うもん。ジャイロはヘルメットいるでしょ？ジャイロはヘルメットいると思うよ。ジャイロと、ヘルメットいらないの？風船いっぱいだよ。風船いっぱい。ジャイロってノーヘルでもいいんだ。知らなかったな。トナカイ相手ならびっくり。そう、めちゃめちゃ倒すとき。あ、逆にハンドル切って大振りで曲がるんだ。危ないよね、あれ。ヤクルトのおばちゃんひっくり返ってた。 あ、ミニカー登録することができるんだ、ジャイロって。あ、でも普通免許いるんでしょ？ミニカー登録する場合って。でも俺、ジャイロで事故ったら絶対ヘルメット必要だと思うよ。ノーヘルは危ないと思う。白ナンバーはメット必要だよね。そうだよね。要は、車として登録することができるんだね。なるへそ。なるへそ、なるへそ。三輪車だからかな。でもあれ、50cc でしょ。そば屋はね、俺は蕎麦屋はでもこうやってやってるの見るとすげえテンション上がるけどね。たまにいるぜ。こうやっておかもお持ちしてるのとか、こういうのいるよ、たまに。蕎麦屋で。めちゃめちゃテンション上がるよね。メーカー側はメット着用推奨。まあそうだよね。どう考えてもそうだよね。普通にメット被らなくていいやっていうことにはならないでしょ。どう考えても。大手町とかの都会のど真ん中でマリカーノンヘルで走ってる。あ、あれはいっぱいいるよ。あれはあれなんだよ。なんか観光で外人が乗ってるやつでしょ。外人に超人気なんだよね。あのね、大手町とかね、あと秋葉原とかだよね。あの辺だよね。ジムは週何回ぐらい行ってますか？週4ぐらいじゃん。週4ぐらい。ツイッターに全部情報載ってるよ、ジム。ツイッターに全部情報載ってる。楽しいよ、ジムは。おすすめです。ボクシング習うのはおすすめですよ。パーリングさえしなければ体にいいんじゃねえかって思い始めた。なんかボクシングはスパーリングしなかったら汗超かくし、意外とみんなスタイルいいし、ただ殴り合うからおかしくなるだけでしょ。あ、だからシャドーボクシングとサンドバッグとミット打ちだけやってたら絶対いいよ。わー、メガホンありがとう。メガホンありがとうございます。匿名さんかな？ありがとう。まあ、本当はね、毎日行くぐらいの体力があったらいいんだけど、筋肉痛で動けないんだよね、2日行ったら。原田さんのところいくらだったっけな？ 1 万、いくらっつったかな？ 1 万数千円だと思う。俺痩せたよ？多分。上半身裸になったら痩せたって言われてるよ。痩せたって言われる。脱いだら。ハート2個ありがとう！ありがとうございます。何その笑顔があざといって。何な、花火、次は花火上がったら、冷たいありがとうやるって。次の花火はやるって。
プロテインは飲んでない俺は。ドレさんに必要ないって言われて、筋肉は作らなくていいって、普通に栄養あるもんだけ食べてなさいっていう、ジムのコーチいい人だね、すごく、すごくいい人だね。豆乳まあそうだね、豆乳もまあ体にいいしタンパク質多いね。ボクシング始めるセットはどれくらいかかりました？まあグローブ、バンテージ、マウスピース、まあリスナーさんから買ってもらったのだけど、グローブが2万円、マウスピースが800円、バンテージが2400円、あとはまあジャージとか、まあ服は何でもいいと思うけど、あっさりとありがとうっていうの、さらっと、分かった。グローブ2万、まあ6000円ぐらいからあるよ。前使ってたのは2500円のアマゾンの一番安いグローブ買ったけど、まあすぐダメになったね。いいやつ買った方がいいと思う。マウスピースはね、安ければ安いほどがいいっていうの、2個買ったんだけど、2000円のマウスピースと500円のマウスピース買ったんだけど、2000円のマウスピースは口の中逆に切る、高性能すぎて、硬いプラスチックとか入ってんの、なんとか構造みたいな。それより安いやつが一番いい。板壊れちゃった。これ16オンスだよ、16オンス。まあオンスは別に自分に合うのを使えばいいんじゃないの、グローブは。まああとだからジムに行くときは入会金と、入会金と、まあ月謝、入会金月謝。明日のゾーンみたいにマウスピース飛ばしてダウンしてほしい。あれだよ、頬を思いっきりもらうと飛ぶよマウスピース。原田さんのジム一般会員も募集してたはずだよ、一般会員の人とか学生さんとか募集してたはずだよ。あと主婦の会とかあるはず確か。はじめの一歩全部読んでるよ、今でも読んでるよ、最新号を追っかけてるぐらいだよ。見てる見てる、大好きだよはじめの一歩。先々前々回のお母さんのセリフが良かったね。危険を犯すと書いて冒険って言って、いや金梅さんすごいっすよね、金梅さんはすごいよね。後輩育てるプロだと思ってる。ジム配信はしない、練習だけに専念してやってる、やっぱコメント意識しちゃうとね、どうしてもそっち側に聞い取られるから、真面目にやってるよ、真面目に淡々とやってる。まあ、だからね、原田さんのねマッハ道場に行ったらアメリカ人ともタツヒコとも一緒に、ね、練習できるからね、なんでワドをコラボしないの？だって迷惑かけるじゃん。俺アンチがすごい多いから、なんか人の枠荒らしたくないからさ、なんか俺ってぶっちゃけほらリスナー層悪いって有名だしワドを組んなみたいな空気になったら向こうのね、配信者さんと向こうのリスナーさんに迷惑かけるから、コラボはもうやめた。辰彦やクモンの捨て頃練習行くの、いつやるか。あ、クモン流からね、カメラマンやってくれって依頼が来たからごめんって断った、練習は録画しておいて YouTube にアップしたらダメな。作戦立てられるからあんまりやるつもりがない。今回はだから練習はあんまりアップする予定ないよ、作戦立てられるから。捨て子の練習会っていつあんの？おはようございます。捨て子の練習会っていつあんの？そう、なんかカメラマンやってほしいってクモン流から昨日連絡が来て断った、俺スタッフじゃねえかなと思って。2月の10日？いや呼ばれてない、呼ばれてないから多分行かないと思う。え、誰主催？誰主催なの？わかんない。なんでカメラマンなのかわかんないけど。
リアルでいいことないの。風船10個ありがとう、ありがとう。わかんない。いやカメラマン、いや公文竜からカメラマンがいないから和道さんカメラマンやってくださいって言われて、えと思って、いややらないよって言って、そう、いや公文から来たよ、うん、カメラマンでスタッフがいなくて困ってるんでカメラマンやってくださいって言われたよ。カメラマンじゃない、撮影係で来てくれないですかって。格闘技練習企画するんですけど撮影係で来てもらえないですかって言われた、うん、一緒に練習やろうじゃないね格闘技練習企画するんですけど撮影係で来てもらえないですかって、うん、うん、あと枠回しもお願いしますって来たね、うんうん、俺は行かないね。いやバカにされるでしょそりゃ。だって稼いでないし閲覧もないし格下だと思われるでしょ、うん、いやだから選手とも思われてないし、あいつは配信者じゃないっていう感じなんでしょ、うん、なんで喫煙してんの。いやなんか最近コメント打ちやすいからこっちの方がいいっていう、失礼っていうか、まあ行かないっていうか断った、うん、そう、うん、まあまあまあ撮影係で来てくれって言われたね。まあだから行かないよ、行かないよ、うん、それが2月の10日なの、それが2月の10日なの。いや俺もこんなにコメント走るとは思わなかったよ本当に。おはようございます、うん、思ってても普通言わないけど、うん、キツネ目だね俺ね、うん、あ皆さんからお気持ちいただいて頑張れよって言って、はい、キツネ目の男そうなんだよね、目が細いんだよね切れ長の一重で。そうなんだよ、二重の人とか憧れるよね。便所さん主催、いや呼ばれてないよ。誰が来んの2月10日の便所さん主催のは。アイテムタイムやんないよ。はい、和骨です。一枠だけ喫煙じゃない、普通の枠、普通の枠戻す、普通の枠やる、もうそろそろ寝るから、じゃあ一回切って次枠30分普通の枠やる、ここが一番まともな枠、うん、じゃあ他枠行くわって寄り目枠なんてやってないです、うん、このままでいい、あじゃあこのままやるよ、キツネの方がいいんだってみんな、このままやる、このままやる、うん、いや通常枠にしてもコメントかそるだけだからね、30分なんかボケーとしてたら終わっちゃうよ、うん、コメント全然流れないと思うよ。いやもう今から寝るよ、さすがに眠くなってきたから、下痢は治ったの下痢、まあコメント特に誰だか分かんないのは寂しいけどね、まあアイテムくれたら誰だか分かるから、さすがにね本当に誰が誰だか全然分かんないんだけど、まあ大体アイテム風船とかあの花火とか見ると、あ今この人見てるんだなっていうのは分かるからさ、メガホンとか。だからもし無料で今見てるよっていうのを伝えたい人はメガホン集めといてよ、
メガホン一発投げてくれたら誰だかわかるから、よろしくです。はい、おやすみ。118号さんおやすみ。徹夜でっていうか、まあ配信やってますね。はい、ジム昼間やってるよ。鳥は後ろにいるよ。最高月収いくらですか？50万いかないぐらい、44万とかじゃない、40万円だね俺は。メガホンもらっていかないとランキングみるみる落ちる。いやー、ほんと無料税の人メガホン投げて。花火だけじゃダメだよ、やっぱりメガホンもちょうだい、余ってる人。俺マンスリー上位維持したいからさ、みんなで奇跡起こそう。みんなメガホンちょうだい、余ってる人。欲しいよ欲しいよ。無課金ありがとう、メガホンありがとう。みんなでちょっとマンスリートップ維持しようよ。風船もね、バーガーもハートも何でもありがたいよ。集めて集めて、無料税の人。メガホンはなんか広告の動画を見るんだっけ、スマホで。スマホで広告を見るともらえるんだって。ぜひぜひ。メガホンも欲しいよ。マンスリー維持したいじゃん、このまま。そうだね、メガホンが一発につき10点もらえるんだよね、確か。だから1人100発くれると1000円分になるんだよね。1000点もらえるんだよね。だからもうメガホン集めたもん勝負みたいなところあるよね、マンスリーは。いや、俺メガホン欲しい。マンスリー維持したい。がっつり行きたい。ツバニャンみたい。え、なんで何がツバニャンみたいなの何、メガホン欲しいって言ってんの、ツバニャン。 PC 税はそうなんだよね。まあパソコン税はしょうがないからさ、パソコン税はしょうがないよ。わあ、すげえ、メガホン200個ありがとう、ありがとうございます。いや、リスワン狙わないよ。リスワンはまあ取れたらいいなとは思うけど。200個ありがとう、すげえ、メガホン侍がいる、メガホン侍が。ありがとう。今月はね、帰り咲きたいね。128号さんいらっしゃい。ありがとう、メガホンたくさん。ありがとう。これで2000ポイントだよ。部屋の中ちょっと片付けたいとね、ちょっと部屋の中片付けますよ。そう、メガホンでかいよ。しかもさ、何、100人が見てるから1人10メガホンくれるだけでさ、1万メガホンだからね。ありがとう、64メガホンありがとう、ありがとうございますね。え、いやいや、そうだよ、やっぱりバカにされるんだよ。いや、それそうでしょ、年上だろうがなんだろうが稼いでないし閲覧少ねえんだろうって言ったら下に見るでしょ、やっぱり。のんちゃん後ろに寝てるよ。それはバカにされるでしょ。どん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 舐められていくよ。前向き、いや、もともと結構前向きな方だよ、性格。花火が50発で止まったから自演確定。何が自演確定なの、全然意味わかんないんだけど。なんで花火が50発で止まったら自演なの。メガホンやりたいやりたい。配信歴は5年目だね俺。もともと舐められてる。また湧いてきたな、なんかめんどくせえな。めんどくせえな。なんでアンチコメント定期的に湧くんだよ。まだ生きてたか。まあまあ、あんまりふわっちの配信者って先輩とか後輩とか配信歴とかあんまない気がするな。稼いでるか稼いでないかでもう全てが決まるっていう世界だと思う。ニコ生とかね、結構その先輩後輩の上下関係すげえ厳しかったけどね。あ、金梅さん始まんないね、確かに。また死ぬの。いや、死ぬかもな、もう本当に。いや、宝くじ買っとけって言われたもん、なんか持ってるぞって。
セゴの練習会呼ばれてないよ。だから誰が参加するのか知らない。お、誰からも聞いてないよ。な、俺呼ばれてないんでしょ。俺がしたら職場に迷惑がかかるから、国家のために社会の安全のために仕事はしないことにした、うん、働かない方がいい人も世の中にはいると思う。ありがとう、風船ありがとう、うん、セゴロ2盛り上がらないね。ねえ、なん全然盛り上がんないよね。なんでなんだろう。なんかチケットは売れてるけど、なんか前回みたいな感じじゃないもんね。なんでこんな盛り上がんないんだろう。うん、嫌いになったの？嫌いになったのにまだ見てんの？うん、行動力のなさをごまかしていたから嫌いになった。いや、じゃあまあしょうがないね。何それは甘えだって。何甘えだ、働かないのが甘えなの、うん、近くなってきたら盛り上がる。俺もそうだと思ってるよ。ちょっと半年っていう期間が長すぎる。半年間盛り上がりまくるなんておかしいから、まあ、1ヶ月2ヶ月前に盛り上がるのが普通だよね、うん、まだね5ヶ月先だからね。おい、メガホンありがとう。ああメタモルフォーゼからの今、うん、まあ嫌いになったら嫌いになったらしょうがないよな、うん、だからもうフォローも外しちゃうんでしょ、うん、フォローも外…いや、応援してくれる人がフォローしてくれて追っかけてくれて応援してくれたらそれでいいと思うよ。なんか一生面倒見ろとか思わないもん。嫌いなんでしょ俺のこと。しょうがなくね、うん、いや、だしょうがなくない。俺のこと嫌いですってなんで言うか分かんないの。以前はファンだったけどって、うん、嫌いなんでしょ見なきゃいいじゃん俺応援してくれる人頑張って一緒に楽しくやっていくからさようなら、うん、なんで見んのファンじゃない人の放送、うん、メガホンになれたら和道に誰か、和道に誰かバレる。バレるよ、うん、俺は誰がメガホン投げたか分かるよ。逆に私今見てるよっていうのには向いてるかもしんない。今ワドを見てるよってメガホンとかアイテム投げるのは。フォローありがとう。応援よろしくお願いします。応援してくれる人ありがとう。うん、いいよ。フォローしてくれる人俺は大事にする。うん、いや、応援してくれるならフォローしてよ。フォローして。うん、嫌いだ、え、好きだけど嫌いだが、気になるみたいなのが和道さんにある。何なんだろうね、うん、嫌いになってフォロー外して見なくなったならねえ、分かんないんだよな。こういう感情ってあんの、うん、もう分かんないわ。俺嫌いなもん見ないから時間の無駄だよ、うん、俺は自分のこと好きな人をとことん俺も好きだから応援するっていうか一緒に頑張るだけ、うん、別にいいよ俺のこと嫌いなら、うん、なんか申し訳ないね、うんうん、割り切れないの、うんうん、5ヶ月あったら試合練習中に怪我する可能性もあるからね。だからその代わりリザーバーを用意してるんだと思うけど、前回達彦がリザーバーだったから、うん、のんちゃん大好きだよ。のんちゃん後ろに寝てるよ、うん、俺は和道頑張れって、和道一緒に楽しいよとか、和道一緒に頑張ろうぜって言ってくれる人と一緒に歩んでいくって決めたから、うん、まあ今まで応援してくれてありがとうね、うん、ありがとうありがとう。またどっかで機会があったら。はい、和骨お疲れ、いらっしゃい。仲いいよ俺のんちゃんと、うん、でもまあ俺のこと嫌いな人いっぱいいるからさ、うん、まあしょうがないよね。歌歌わないよ、うん、はいはい生きるよ、うん、
頑張るよ。まあ苦労してる人間全てが報われるとは限んないからね。いや引退しないよ俺。神主はこの前新宿の駅で声かけてもらったけどね。あ、神主だと思って、ワドワドって声かけるから、知らない。なんでアンチ多いのか、アンチに聞いて。俺のこと嫌いな理由は俺は分かんないから、アンチ嫌いな理由書いてください。最後に最後に俺のこと嫌いな理由バンバン書いて、いやネタとかないよ。別れるときは別れるって言ってるよ。別れたのは別れたんだよ。一回別れたよ。沖縄行く前でしょ。大喧嘩したんだよ。うさんくさいのが嫌いなの。アスペは人による、アスペルガーイコールこういう具体的な行動っていうのはない。人による、和道のアンチって捏造ばっかで信用できない、あなたの笑顔が好きです。楽しく配信してる姿、ありがとう、全然夢叶えようとしないでしょ。映画にしても旅行にしても。旅行なんてするつもりないよ。映画は全然諦めてないよ俺は。勝手なあなたの思い込みでしょ。未だにだって映像制作の会社、だって今日だって映像制作の会社の社長から勉強しに行ってたよ俺。だからまあ俺のありがとう、花火ありがとう、初花火ありがとう、頑張るね、ありがとう。のんちゃん何かやらせたら、いやだって俺は自分の人生だけ生きるよ。だって人の人生をコントロールするなんて人間のやることじゃないでしょ。奴隷じゃないんだから、のんちゃんはのんちゃんの自分のやりたいことやればいいんだよ。セブンティーンなんでやめた？ 17のタバコ吸えないのとパソコン配信ができないっていう2つが大きな原因。まあ嫌いなんだ、しょうがないよね。いつも乗り込んでてる。あ、いいよ。自己啓発系、スピリチュアル系の話しようか、今度。やろうか。いいよ。明日にでもしようね。ガス代払えた払えた。昨日、おとといたくさん花火もらえたから、家賃2ヶ月分とガス代払って今つながってるよ。ゴルゴ13置いてるラーメン屋めちゃめちゃあるよね。なんだろうね、ゴルゴ13率高いよね。なんなんだろう、ラーメン屋によくあるイメージだね。もともとセミナーの講師ずっとやってたからね。まあ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 しょうがないよね。まあまあ好きだっていう人もいるし、嫌いだっていう人もいるのは仕方ないよね。しょうがないよね。全員から好かれるなんて難しいよまあそんなの絶対ありえないと思ってるから、まあ嫌いな人になっちゃった人はしょうがないかな。じゃあみんなお疲れ、僕は寝ます。ありがとうございました、応援してくれる人は Twitter、ふわっち、 YouTube フォローよろしくお願いします。お疲れ様でした。オッツです。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう